ご通行中の皆様、大きな音で、お買い物中の皆様も大きな音で大変申し訳ありません。私、令和新選組から立候補しております、辻村千尋といいます。しばらくの間、大きな音をお付き合いください。よろしくお願いいたします。皆さん、こんばんは。よろしくお願いいたします。本気の戦いをするために、10名の人間を立てました。そのうちの1人、が私になります。令和新選組、山本太郎の令和新選組、今何を訴えさせていただいているか、何を政策として訴えさせていただいているか、緊急政策、各自治体間で最低賃金に大きな開きがあります。最低賃金が相対的に高いところもあれば、相対的に低いところもあります。そして、残念ながら、この沖縄県というのは、最低賃金が低い方に位置しています。これで日本全国ずつ裏々ちゃんと暮らしていけるのか、そんなはずありません。私たちは全国一律最低賃金1500円、これを今訴えさせていただいております。じゃあそうした場合、小規模な中小企業、全体企業はどうするんだ。税金払えないじゃないか、最低賃金払えないじゃないか。これは国が保障させていただきます。その財源は先ほど消費税の廃止で、税源を変える、そういう話の中から、賄うことができます。そして年収200万円以下を約なくすことにします。雨が降ってまいりました。皆さん、雨が当たらないところに移動して学びたい人はお金の心配をすることなくしっかりと学ぶことができる、そういう奨学金制度にするべきなんです。そのためには今抱えている若い人の借金チャレンジしましょう、そういう政策を訴えさせていただいています。そしてもう一つ、公務員を増やしましょう。公務員を増やすというのは、日本の公務員は多いんじゃないかという印象を持っている人がいるかもしれませんが、我々ちゃんと調べています。イギリスの1万人あたりの公務員の数はイギリスの3分の1、アメリカの2分の1です。少ないんです。だから仕事が滞るんです。実は公務員の方たちもブラック企業並みの働き方をしています。そういうことを改善していくためにも、公務員を増やす、そして介護や保育士、そういった方、希望者全員を公務員化していく、こういうことも必要じゃないでしょうか。そういうことにより雇用が安定すること、これこそが経済政策だと我々は考えています。そして一次産業の所得保障、これも我々は実現させていきたい。様々な法律がとんでもない方向に改正されたり、新たなものが作られています。これを一括して廃止したり、正しい方向に持っていく、とんでも法の見直し、廃止、これを訴えさせていただいています。そして辺野古新基地の建設中止、沖縄の民意は建設するなという民意です。そして原発措置禁止、もう新たな被爆は生み出さない、そういうことを訴えさせていただいています。これが令和新選組の緊急8、8つの政策、これを実現させるためにこの10人のメンバーを絶対に送り出していただきたい。はい、再び大きな音で大変申し訳ありません。じゃあ私、辻村千尋は何を訴えさせていただいているのか。令和の中で私が実現したいこと、日本一個分の暮らしをしようというキャッチフレーズでやらせていただいています。今私たちは世界中からいろんなものを取り入れて輸入をして成り立っています。外国から就活をしない、そういう社会を作るためには日本で賄えるものは日本で賄っていこうと思います。それが私の主張なんです。外国産業を元気にするためには、日本の国土の広さ、日本の自然の小さな単位に合わせた第一産業のやり方でないと、持続可能な農業にはならない、持続可能な林業にもならない、持続可能な漁業にもならない。小さな地産地消型の農業、第一産業を組み立てないと、必ず外国から集奪する、外国と勝負をするために日本の自然環境を壊すということにつながっていくんです。日本の自然を守ること、これは現世の自然を守ることではなくて、人と自然とのつながりを守ることなんです。今まで我々日本人は自然から恵みを得て、どうやったらこの恵みを失わないでちゃんと使っていけるか、そういうのを先人の知恵として持ち続けてきた。それが第一次産業を成長産業にするという今のこの国の政策によって、その自然と人とのつながりが断ち切れてしまっている。そういうことを直していくことがまず最重要だと考えているんです。もっと地方を元気にすると皆政治家が言っています。でも元気になるのは大規模な都会だけ。この辺野古浦湾の青サンゴと
遺伝子の系統が違うんです。固有のものなんです。従って難しい言葉を使っちゃいました。単純に考えてください。白子の青サンゴがなくなるということは、地球上から青サンゴ、この一つの遺伝子型を持っている青サンゴがいなくなってしまう。これは地球の財産を失うということなんです。地元の人ではないんですよ。都会の人なんですよ、喜ぶのは。その規制の上に成り立ってエコツーリズムって、エコツーリズムですか？僕はエゴツーリズムだと思います。そういう規制の上に立つようなものはやめませんか？そしてひどいの、もっとひどいと思ったのは、自衛隊の基地です。私は軍事の専門家ではありません。ですけれども、あそこは防衛省という国の役所が、沖縄県の条例を無視して、おかしいんじゃないですか？先行してやってしまおうぜ。そしたら、沖縄県の条例無視できるから、本当に今悲しい、苦しい、この国から出ないためには何ができるか、少なくとも今この基地の建設止めるべきなんです。軍事のことは分かりませんと言いました。これが必要ならばきちっと立ち止まって環境への影響を評価し直して、地元の人たちが納得するぐらいきちんと話し合いをして事業を進めるべきだと思いませんか？その手続きをすっ飛ばして必要だから作る、繰り返してきてるんです。この国はそういう知恵でやめましょうよ。そういう先人の知恵を受け継いでいく、そういう土木事業をやれば自然も荒れない、そういうことができるんです。もうあるんです、そういう知恵が。その知恵を取り戻しましょうよ。その知恵を取り戻すことはセミイコール人と自然とのつながりを取り戻すことになるんです。広く言えばそれも自然保護になるんです。そういう国を作っていきたい、そういう政策を打ち立てていきたい、本当にそう思っています。残念ながら令和、すみません、私ちょっと熱くなってきましたね。最後に訴えさせてください。我々仲間を一人でも多く国会に送り込むために、ぜひ2枚目の比例代表には山本太郎と書いてください。自分の名前を紹介しない候補者いるんですね。本当は本音では書いてほしいかもしれません。本音ではないですよ。ですけれども、山本太郎の本気度に僕たちは心を打たれて飛行してます。山本太郎、自分が国会議員に続けようと思ったら今回の東京選挙区から出るのは OK だったんです。でも全国比例に回りました。そして ALS の患者さん、船子さんという方と全身麻痺の木村英子さんという方を優先的に当選できる枠にしました。参議院の全国比例では1人当選させるために100万票必要です。したがって山本太郎を当選するためには300万票必要なんです。そして僕たち全員が当選するためには1000万票必要なんです。議員を続けたいだけの人だったら66万票前回取ってる東京選挙区に出れば通りました。本気なんです。本気で国会に当事者を送り込んでこの国を根底から変えたい、その思いに感化されて、その思いに打たれて僕たち10人勝ったんです。全員勝ったのは回り者だと思ってるかもしれません。なんか確かに回り者です。でも本気です。本気で皆さんの生活を支えたい、本気でこの国を変えたい、それが山本さんの思いなんです。だから本音を言います。10人当選させてください。1000万票ください。そのためには皆さんお一人お一人から友達や親戚や横に広げてってください。横に広げてってください。 SNS で広げることは選挙法違反になりません。だから友達に電話することも選挙法違反になりません。電話作戦、どっかの政党が使ってますよ、皆さんもありませんか？選挙が近づくと久しぶりって電話、これ小さな声を聞く力と言っている政党をやっている、この政党を使おうじゃありませんか。本当に小さな声を聞けるのは私たちです。当事者全て立てました。渡辺照子さん、シングルマザー、派遣労働者、そして血のみごを抱えてホームレスまでやりました。その人が本当に今必要な、シングルマザーで一人で働いていく、でも正職員になれない、クビになったそうです、この選挙に出てきて。そういう本気の人たちが立ってる、そ
その我々に1000万票本当にください。ぜひ電話攻撃してください。久しぶり、これいい言葉ですね。いい言葉です。友達を紹介してください。誰もが幸せになる、誰もが笑顔になれる社会作りませんか。ぜひ力を貸してください。本当にお願いします。よろしくお願いします。